ノーマンヨシオミネタ、1931年11月2日帯は、アメリカ合衆国の政治家、元アメリカ陸軍将校、第59代3のゼ市長、第33代商務長官、第14代運輸長官を歴任した。日系アメリカ人として、またアジア系アメリカ人として、初めての閣僚である。現在は、ヒルノールトン社の副会長を務めている。 1931年11月2日に、カリフォルニア州3ノ禅にて、1908年に、アメリカに渡った静岡県清水町、久米田出身の父のミネタクに作りの富島市、大宮町出身の母の金の下で二男三女の、罰子として誕生する。第二次世界大戦中は、ワイオミング州のハートマウンテンに、系人収容所に、収容され、ここで異門に来た。 ボーイスカウト団員のアラン・シンプソンと知り合い、生涯の名優となる。1953年にカリフォルニア大学バークレー校ビジネススクール学士課程を卒業した。この年にアメリカ陸軍に入り、日本、韓国で情報商工を務める。その後父の経営するミネタ保険会社に勤め、1967年に三の税市議会議員に当選した。 1971年にはハワイを除くアメリカ本土では日系人として初めて大都市の3の絶市長に当選した。1974年にはやはりアメリカ本土では初めてアメリカ合衆国会議員に当選した。1995年まで20年以上にわたって会議員を務め、その寛大部分は運輸委員会に所属したほか、1988年には 太平洋戦争中に行われた日系人の強制収容に対するアメリカ合衆国政府による公式の謝罪及び賠償を規定した市民の自由法の成立おか陰で支えた。ロッキード・マーティン社副社長を経て2000年7月21日から2001年1月20日までビル・クリントン政権で第33代アメリカ合衆国商務長官を務めた。 2001年1月25日から2006年7月7日まで共和党のジョージ・ W ・ブッシュ政権で第14代アメリカ合衆国運輸長官を務め運輸長官としては最長の任期であった2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件では運輸省でニューヨークの事件を知りホワイトハウスから呼び出されホワイトハウスの近深くのピークで対応にあたる アメリカ史上初めてすべての民間航空機の緊急着陸を命令し、国内を飛んでいた4638機の飛行機を2時間20分ですべて強制的に着陸させ、アメリカに飛んでくる飛行機の受け入れを拒否し、ヨーロッパアジアから飛んでくる飛行機の受け入れをカナダに依頼した。多くのアメリカのジャーナリストがレーシャルプロファイリングを支持する中で自身を含む 日系人の強制収容を身をもって体験したミネタはこれを拒否し各方面から批判を浴びる中で CBS の番組である60ミニッツに出演しイスラム教徒やアラブ経営の人種差別を非難し特定の人種に対するスクリーニングを断固として拒否した一方でそれまで航空会社の自主判断に任されていた空港での安全検査を アメリカ連邦航空保安局に一括し、連邦政府職員による全航空機搭乗者を対象とした検査強化で対応した。2001年11月に、ミネタの地元にあるサンノゼ国際空港は、ミネタの長年の功績を検証して、この空港の正式名称をノーマン・ワイ・ミネタサンノゼ国際空港と解消した。日系アメリカ人として名前が、 アメリカの空港名に関されたのはミネタが初であった。サンノゼ氏は空港のマーケティングのため、サンノゼシリコンバレー、ミネタ国際空港に解消することを検討している。ありがとうございます。